はい、今回ですけれどもちょっと水槽関係のですねアイテムを購入してみました。それがですねこちらの名前は特にない水面の曰く浮遊ゴミ悪を除去って書いてますね。あれ名前どっかに書いてなかったっけこれ。あ、ユマクリアーです。ユマクリアー、あ、ユマクリアーって書いてる。はい、これはですね、まあ、海水水槽に使おうかなと思って購入したんですが、まあ水面でね油膜というですね、まあ、油こういう感じ、これ分かりますよね。水面にこう膜が張ってるような感じになってるんですが、これですね、まあ、主に餌から出た、脂肪分、油ですね、油がね水面に浮いてしまって、まあ、特に害があるっていうわけではないんですけれども、ちょっとこう見た目的にねあんまり気持ちのいい感じはしないので、それをね除去するアイテムを買ってみました。で、一応90センチの水槽まで使えるということなので、まあ、ちょっと試してみようかなと思います。はい、でこれはですねこういう感じで、水槽にセットしまして、でこの上の部分がねなんか伸び縮みするみたいですね。で上の方から吸水して吸水した油膜をこう水中にまた溶かすみたいな感じ、ですかね、そういうものみたいです。はい、はい、ちょっとね開けてみました。で開けてみた感じこういう感じで、まあ、これが本体で、あとは電源ケーブルがついてるという感じでですね、でこの中にモーターとか、まあ、フィルターが入ってるみたいですけど、上の部分が本当にただねなんて言うんでしょう、ストッパーとかもなくてただ単にこう上下するっていう感じですね。多分ここに浮力があって水面に合わせてねこれが上下するっていう感じの仕掛けじゃないかなと思います。ここがね固定されてると結局水面の水をねうまくこう吸えないということで、油膜をねうまく吸えないということで、多分こんな感じになってるんだろうなと思います。はい、ちょっとセットしてみます。はい、ちょっと見にくいんですが、見にくい想像より見にくい、いやちょっと見にくいな、これ反射して、あそこです。あの湯って書いてる、湯膜って書いてますけど、このね、これがあのプロテイン隙間があるとこなんですが、ここのですねプロテイン隙間の後ろ奥側に、セットをしてみました。プロテインスキマーのね給水口に、このユマクリアの排水がぶつかるような感じですね。これでいくらかね、プロテインスキマーの効率をねアップさせれるんじゃないかなと思うんですが、でこんな感じでですね、見えねえな、あのこれ伸びてるのが分かりますかね、ここの部分がね、こっちが本体でこの上のとこがねあのなんかフロートの部分なんですけど、こういう感じでですね、油膜のね、油膜というか上の部分をね吸水できるようになっております。ちょっと今手入れたばっかりなので油膜がね散っちゃってますけど、実際ねこれ、まあ、どれほど効果あるのか、この辺も結構膜がね張ってますよね。はい、こういうのがねどれほどなくなるのかなっていう感じですね。はい、ちょっとねしばらく回して、効果の方をね見ていきたいと思います。はいはい、昨日設置した、ユマクリアのね、効果を見ていきたいと思います。どうでしょうか、これちょっと壁面が汚いので油膜があるように見えるかもしれないんですが、あの実際ないです。この辺に昨日あの何だろう、油膜と油膜じゃない部分があのくっきりね分かる状態になってたんですが、本日はですね、油膜がないためそういう境目みたいなのは一切できておりません。どうですかこれ、
これが油膜クリアの効果ですよ。結果的に油膜は、除去できました。で、除去っていうか、まあ水に溶けてるだけなんですけど、まあでも見た目はねすごく良くなったんじゃないかなと思いますね。はい。で、実際はですね、もう1時間後ぐらいにはもう油膜はなくなってました。はい。そのくらいね、まあ即効性があるというか、はい、効果が早いものでしたね。はい。まあ元々ね、分離してる油をこうまた水に溶かすみたいなことだとは思うんですけど、でプロテインスキマの方はちょっと思ったよりは効果は出てないですかね。効果倍増してこうもれもれね泡が出てくるんじゃないかと思ったんですけど、そうでもないかな。プロテインスキマの方もね1ヶ月前ぐらいに掃除してるので、まあ多分そのゴミ詰まりとかじゃないと思うんですけどね。はい。まあそんなには汚れてないってことなんですかね。はい。初期は相当すごかったので、まあそんな感じでですね、今回はユマクリアという商品をね試してみました。もしね海水水槽で毎回油膜取るのめんどくせえっていう人いたらですね、ぜひ使ってみたらいいんじゃないかと思います。値段もね1000円ぐらいで買えるすごい安いやつなので、はい、それでこれぐらいの効果だったらねやった方がいいと思います。はい。ぜひ、興味のある方は購入してみてください。いいね。